今回は魔法の呪文へっちゃらちゃらちゃらをご紹介しました。子供たちの遊びのとっても楽しいポイントが、自分たちでいろんなアイデアを持ち寄って発想力を豊かにしながら遊びを作っていく、この工程の楽しさにあります。まさに今回ご紹介したこの遊び歌は、子供たちが楽しむ表現遊びはもちろん、劇遊びやごっこ遊びにもぴったりの遊び歌となっています。さあみんな、今からね、みんなで大冒険の旅に出かけるよ。海が広がっているかもしれない、大きな山を乗り越えていくかもしれない、砂漠が広がっているかも、風が吹いているかも、大雨が降っているかもしれない、いろんな冒険をみんなで乗り越えていこう。
遊びの世界の中で様々な状況を乗り越えていくためにどうしたらいいかを子供たちと一緒に分かち合いながら考えていきましょう。どうしよう、ものすごい強い雨が降ってる。先生、傘持ってきてないんだけど、どうしようか。子供たちからアイデアを引き出して、傘を差していこう。雨に濡れてもいい、カッパ、レインコート着ていこう。子供たちがアイデアを出してくれるかもしれません。ものすごい強い雨だったら、どんなに強い雨でもへっちゃらなカッパを着ていったらいいんだよ。どんなに強い風が吹いても壊れない傘を差していったらいいんだよ。子供たちから思いもよらないアイデアが飛び出してくるかもしれません。どんな状況であっても子供たちと一緒にアイデアを引き出しながら様々な状況を打破する魔法のアイテムを作り出していく。これがこの遊びの醍醐味なんですね。歌の中にもあったように、強い雨が降ってきても強い風が吹いてきても砂嵐が巻き起こっても波が流れてきても、その状況を乗り越えていく魔法の道具を子供たちと話し合いながら作っていきましょう。どんなにお腹が空いても、いつでも美味しいご飯がもりもり入っているお弁当、最高ですよね。むや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 む。どんなに風が吹いても前に進むことができて、疲れることを知らない靴、どんなにたくさんの荷物でも背負ってへっちゃらたくさん入る魔法のリュック、他にもいくらでも子供たちと考えたらアイデアは溢れ出てくると思います。大切なことは、子供たちからどんなチャレンジが待っているかをみんなで分かち合って、そのチャレンジを乗り越えていくための魔法の道具をみんなで考えて作り出していく、ここが遊びのポイントになると思います。ぜひ先生方、そしてお家の保護者の皆さんが魔法の呪文を授ける、魔法使いになっていいかい。今からみんなにこの魔法の粉を配るよ。チロリ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 ロ、チロリ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 ロ。こうして粉を振りかけられたら、もうみんなはね、魔法の呪文が使えるようになるんだよ。さあ行くよ、一本指出して、チチンプイプイチャーラヘチャーラー。こんな風に呪文をかけながら、その道具を魔法の道具に変えてしまって、いろんなチャレンジを乗り越えていく、まさに劇遊びの作り方とはこういう風にして作っていくことが多いです。子供たちと一緒に楽しんでいる日常の様々な遊びを組み合わせていきながら、ストーリーに沿って遊びを展開していく、まさに遊びながらストーリーが進んでいくというふうにご理解いただいても構わないでしょう。子供たちと様々な遊びを楽しみながら、その中にいろんなチャレンジを乗り越えていく魔法の道具を子供たちと一緒に作っていく、その魔法の道具を歌の歌詞の中に組み込んでいきながら、一緒に歌って、一緒に笑って、一緒に遊んで楽しんでいただけたらなと思っております。みんなの遊びの時間がより一層笑顔いっぱい楽しくなりますように。それではまた。